ってやってはいしようってやったらもうここが速度だ。おお、これこれいいわ、これ簡単。アニマルランド。はい、 YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今回紹介するのはこちらになります。はい、こちらです。わかります？はい、サイクルコンピューターですよ。もうね、最近サイクルコンピューターばっかりもね、ここどうだろう、2ヶ月ぐらいの間にいくつ紹介したかなってぐらいでね、自分でもサイクルコンピューター何個も使ってて、まあそんな感じでどんどんサイクルコンピューター使ってます。で今回はこちらになります。なかなか優れもんです。何がすごいかというと、もちろんねスピード、ケーデンス、心拍、これはもうね当たり前、ね、今時当たり前ですよね。もちろん GPS 使ってって、その GPS がまた導き対応です。導きってあの日本の GPS っていうかね、 GNSS ってあとは言うんですけど、衛星で位置をやるやつですよ。なんちゅうの、 GPS っていうのはアメリカの衛星のことを GPS って言います。で日本のやつは導きです。で、あの各国いろんなのがあって、いろんな各国の衛星が飛んでるんですけど、今一番精度がいいのがその導き。導きだと大体1メートルぐらいの誤差まで測れてしまうっていう、そういう優れものになります。それに対応したこのサイクルコンピューターになりますね。すごいでしょ。さらにパワーメーターもついて Amazon で6980円、この値段なんすかね。もうこの値段だったらもう完全に初心者向けかなとか言って思っちゃいますよね。ね、早速、全然早速じゃないですけど、喋りまくってね、ちょっと中見ていきましょう。はい、じゃあね、開けていきますよ。はい、開けていきます。結構ね、箱がね、カチッとしてるんですよ。ただね、今時のこう、なかなか開かね、シューっていうのとは違う。普通の箱です。まあ、今まで通りですね。サイコンは、けどそういう箱のやつって、今んとこないかな。ここに書いてある、いろいろね。2.6 インチ GNSS で40時間、あ、そうバッテリー40時間持つみたいです。40時間ですよ。タイプ C 対応です。はい、今時になってますね。はい、パワーメーター、ハートレート、ケーデンス、そんな感じです。これなかなか優れもんですよね。はい、でこんな感じで入ってます。はい、意外とねこれ多分ねバッテリーが結構入っているんで、ちょっと持った感じ重く感じるかなみたいな感じあるんですけど、ちょっと、重さ測ってみましょうね。はい、 65g です。はい、軽い 100g なかった、軽いです。はい、軽いですよ、 65g です。そして中身ね、他にも見ていきますよ。さあ何が入ってるかね。お、ケーブル、はい、タイプ C のケーブルが出てきました。 USB のケーブルね、こういう止めてあるやつ、ゴムみたいなついてないんだね。はい、その辺もね、あの値段を安くする秘訣になってんじゃないでしょうか。ねえ、どうだかわからないですけど。あ、はい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 。これはハンドルにつけるやつですね。ハンドルにつけるタイプの、止め金になります。うん、これがゴムの部分と、両方ついてるのかな。ちょっと出しちゃいますね。ハンドルにつける、こう、ガチャッと止めるやつですね。ハンドルにつける。で、こちらがね、ゴムになっていて、ここで、これをつけるのかな、こういう感じで。あ、こういう感じかな。これでゴムがあるんで、まあ、傷つけたりしないよっていう感じになるんでしょうかね。こういうものがついてます。で、ここでね、ハンドルにこうやってね、止めるんですよ。で、これに2箇所やります。これ2つ。ね、これで止めます。で、ガッチャンってつけるやつです。はい。これがついてます。ね。大体標準的な装備ですね。あとはマニュアルです。マニュアルはね、あ、日本語入ってるわ。ちょっと、え？って思ったのは、ボタン2つです。ね、ボタン2つしかついてないんですよ。え、ボタン2つでそんなに高機能で大丈夫なの？みたいな感じしますよね。まあ、だけど、どうやら、アプリがあります。で、スマホでつないでちゃんと設定ができる。そんな感じみたいです。なんでね、そこは安心ですよ。はい、まずはね、マニュアルダウンロードできるみたいなんで、ここからダウンロードしてみましょうか。100S、はい、これですね。はい、100S です。アプリ。はい、アプリダウンロード、IGP スポート APP、はい。Android 版です。はい、じゃあインストールします。
はい、開きました。はい。で、同意する。ね。はい、新規登録です。はい、ジャパン来た。で、はいはいはい、大阪。愛知か、愛知だから一番こっちか。はい、愛知。はい、次へ。で、これでいいのかな。距離キロメートル、標高キロメートルメートル、体重量はキログラム、温度 CC。はい、これでいいですね。完了。はい。で、これで OK かな。デバイス。あ、デバイス追加。はい。で、そうそうそう。デバイス追加はいいんだけど、まずね、どうやって電源を入れるか。電源はぐらい書いてあるよね。左ボタン、電源オン。長押しでオフ。ライド記録を開始。あ、一時停止。タウンセデータページ切り替え。はいはい。じゃあこれ左ボタン一回ピッて押すと、電源オンだ。ピッ。はい、電源オンしましたね。はい、なりました。はい、デバイス追加。あ、これでここで選ぶのかな？ BSC100S。これ見つかったのかな？はい、接続。接続です。ペアリング中。お。で、ここ、なんかあんの？ペアに設定しますか？ペア設定するってやるのかな？ペア設定するってしました。あ、した。おー、同期設定、自動アップロード、同期タイム。はい。じゃあこれで完了でいいのかな？完了。おー、繋がったよ。で、どうすんだ？センサー。許可しますか？許可。うん。センサー接続。あ、じゃあ、持ってる心拍計をちょっとつけてみますね。心拍計つけて、オン。さあ、あ、来た！来た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 。もう簡単に接続できるじゃん。こっち接続した。あ、じゃあね。じゃあ他のものも続々と接続していこうか。はい。あと何のセンサーがつきますかね。パワーメーターとかつくか、パワーメーターがついてるかな、もしかして。これパワーメーターっぽいマークですね。63734。あ、これパワーメーターですね。で、これなんだろう。ケイデンススピードセンサーかな。はい、これ。つなぎます。えい。で、これはパワーメーターだね。ん？はいはい。はいはい、接続されましたね。パワーメーター、ケイデンススピードセンサー、全部繋がったかな？これ見て見て。はい。パワーと、スピード、出てる出てる。はいはいはい。ハートレート、ケイデンス、あ、揃いましたね。はい、バッチリです。おー、全部揃いましたよ。はいはいはい、これでいきますね。ね、今繋いだことによっていろいろ設定ができたみたいです。で、ここね、今、時間17時49分ですね。合ってますね。で、スピードセンサー。スピードが今20キロ。で、パワーが40。で、ハートレートが55。で、ケイデンスが62。そんな感じです。もうバッチリですね、これで。自動機能ってなんだ？ああ、はいはい。自動開始、自動停止とか、自動ラップ、オフ。ああ、距離でラップするとか、いろいろできるんだね、設定が。ああ、5キロとか、1キロずつのラップとかもできるんだ。だから、富士ヒルとかで1キロラップとかするのも大丈夫ですね。はいはいはい。5キロラップっていうのもできる。ああ、いいですね。すごい、なんか高機能じゃない？これ。で、このアプリがなかなか優秀ですね。アプリでこう、いろいろ設定できるんで、アラート、ああ、はいはいはい。時間がこれぐらいになったらアラート出しますよとか、カロリーこれでアラート出しますよとか、速度出しすぎとか、心拍数多すぎ、低すぎ、100から160の間から離れるとアラート出しますよとか、そういうことができるんですね。で、まあデータ管理はこれ、走ったデータですね。
そんな感じでファームウェア更新とか、あ、今ボタンがついてるからファームウェアアップグレード可能ですって出てんだね。アップグレードできるみたいだけど今はちょっとしないです。で、単位の設定はメートルとかこういうやつですね。で、他の設定、オートスリープとかオートオフ、ああこういう設定もできるんですね。あ、これね、なかなかね、アプリがやりやすいですね。これ非常に使いやすいアプリです。じゃあまあこれでもうアプリの方から設定するのはこれで終わりかな。アクティビティもこれ今まで動いたやつとかそういったのが、保存できるんだよね。なるほどね。これ今上がスピードになってるけど、これをパワーに変えることとかってできるんだよね、きっとね。ページフィード、これか。はいはいはい。今が、どれだろう、速度。みんな平均速度のやつになってんだな。結構、まあ、パワーを見ながら走りたいなっていうのが主にあるんで、じゃあ、ここを変えましょうって、これで変えるのかな。現在。はいはいはい。ここをパワー、あ、これも使いやすい。これ使いやすいわ。うん。平均パワーっていうにしますっていう。なるほどね。で、これパワーにしますよ。で、これで使用します。パチッ。押すと使用完了になるんで、そうすると、どれかがパワー、あ、こういうパワー変わりましたね。はい。で、あ、DST っていうのは距離なんだ。で、GRA は勾配なのね。で、ART は標高。なるほどね。この部分はちょっと日本語になってないんで、ちょっと慣れないといけないですね。で、まあ、こういう見方面白いのは、こう出てて、こうメーターみたいになってんだね。だからこれで、どん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 、パワーを上げていくと、なるほど、こうやって上がっていくわけね。パワーが。はい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 。はいはいはい。今はこいでないんで、ゼロになります。なるほどなるほど。これはね、うん、簡単。じゃあここ速度にしたいよーとか言ったら速度ってやって、はいしようってやったらもうここが速度だ。おお、これいいわ。これ簡単。うん、こっちが動いてる時でもできるっていうのはすごいね。よくあるやつでここ止めないとダメだったりとかするんだけど、うん、そのまま行けちゃうんだ。これは楽ですね。で、まあ走行時間はまあよく使うとして、勾配はほぼ使わないから勾配じゃなくて心拍数にしようってね、心拍数に変えますみたいな。これね、楽だわ。こんな感じで設定ができます。はい。表示数っていうのはこのまんまなんだね。うん、設定楽っすねこれ。なるほどね。はい。じゃあ、ここの、こいつのアプリとしてはもうここまでですね。うん。これだけあれば十分です。まあ、あと細かいのはいいや。うん。じゃあ、ちょっとね、実際、走ってみますか。ちょっと負荷を上げていきますか。じゃあ、とりあえず、ノリクラのヒルクライムします。はい、スタートしました。ノリクラ。いきなり登ってます。はい、結構重たいです。はいはい、こんな感じで。あ、いいですね。ちゃんといけてますよ。値と同じになってますかね、だいたい。速度は 20.19 とか、あ、だいたい一緒ですね。はいはいはい。パワーも145.1。はい、だいたい一緒ですね。で、ラップ取りたいときは、ピッとここで押すんですね。こっちが押すラップ。はい。ちょっと疲れるんで、ここで一旦終了します。はい。パワーもスーッと落ちてきました。で、5画面設定できるんだね。はい、いかがでしたでしょうかね。こちら、AIGP スポートの BSC100S
です。はい。もうね、値段も安くて、ここまでの機能を持ってるんだったら、もうこれで全然十分だと思います。もうね、この値段だったら初心者の方でも全然買える、ね、値段だと思います。なんかちょっとお試し価格に近いみたいな感じのところありますけど、ね、本当にね、こんな安くてこの機能でいいんだ、みたいなね。そんな感じをしましたね。で、まあ、ここの表示自体は日本語表示にはなってないんだけど、このアプリがね、ちゃんと日本語表示になってるんで、全然問題ないかなって気がします。確かにね、GRA って言われて、なんのこっちゃとかって思うんだけど、その辺は、こっちのアプリの方でちゃんとね、そこの表示が何ですよって出てくるんで、それ見比べてみたらすぐわかりますね。うん。なんで、特に問題なく、すっと入れた感じです。設定が、まず楽。本当に見たまんま？だから、ユーザビリティにかなり優れた感じがします。うん、もう本当に簡単にささっとできて、もうすべての機能がささっとやれます。うん。これはね、ちょっと、うん。ちょっとね、びっくり。うん。ちょっとね、IGP スポーツさんって、ちょっと今まで舐めてました。なかなかいいっすね、これ。うん、びっくりです。はい。ちょっとね、この機種でこんだけいいと、ちょっと上位機種も試してみたくなりますね。はい、そんな感じです。はい、ではですね、今回はこれで終わろうと思います。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方は、ぜひ、グッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録までの方、よろしくお願いします。では、バイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなのを紹介してます。チャンネル登録はこちらまで。よろしくお願いします。ああ、疲れた。